さん、こんにちは。ほのかのフル整形4週3000倍ごゆかき、ラブちゃんです。ちょっとイソジンで髪の毛が終わってます。ガッビガビ。今日のテーマはガチの全顔ダウンタイムの辛さです。今日手術してきました。で、皆さんは普段痛みに強い人が痛がってる整形ってなんだろうって気になりませんか？私って例えば苦しい、辛いとかツイッターで弱音を嘆いたこともないし、誰かに整形痛かったでしょって言われても、え、余裕余裕って。もうそんなことよりもうすぐ可愛くなれることで脳汁が出てもうハッピーだわぐらいに返してたんですよ。でも今回は割とガチで痛いです。今までで一番辛かったのはこちらの動画の両顎手術なんですけど、そこで痛み止めが効かないと話してます。で、今回も痛み止めが効きません。でもしんどすぎて動画にするかどうかちょっと迷ったんですけど、まあ、自分のための記念に残しときたいので気合で撮ります。やばい。で、皆さんもこの手術が痛み止め効かなくて一番辛かったとかあればぜひコメントに書いて情報共有してください。で、今腫れと回復に効く水素と友達に教えてもらったエステのサプリを大量にぶち込んでます。概要欄に URL 記載しておきます。項目は1、術目、2、前回の全顔ダウンタイムとの比較、3、術後の様子2つ、4、食事、5、血の鼻水、6、痛み止めが効かない、7、心境です。それではガチの全顔ダウンタイムの辛さスタートです。あと目も開かないですね。1、術目、こちらになります。なぜピン除去が必要だったのかなどはまた動画にしていきます。2、以前も全顔ダウンタイム動画出してたよね。鼻と口角と耳と眉毛アートメイクがダウンタイムだったんですけど、その時もうそんなものとは比べ物になりません。今回は1、二重、2、目の周りの骨一周、3、頬骨、4、小鼻、5、頬肉で、そして切開線として6、耳下、7、目の下。もう唇もつられて腫れてるし、もはや顔の中で無事なのはこのおでこだけです。3、術後の様子2つあって、1、とにかく寒い。もう麻酔あるあるで術後寒いので電気毛布を置いてくれてるクリニックが多いんですけど、まあ、ちょっとたまたまなくて、なのであらかじめベッドに靴下を置いておくのをおすすめします。ずっと震えてました。2、初めて人の前で用を足した。もうフラフラで2人がかりで支えられてトイレに行ったんですけど、ドア全開でもう見守られながら用を足しました。せめてドア半開きで外に立ってたよとか、もうそんなこと言う気力もなかったです。もう思いっきり見られてました。もう安全を取るにはもうそうした方がいいって判断されるぐらいふらつき度がやばかったです。で、結局朝の9時半に来て閉院30分前までいさせてもらいました。ありがたいことに。いつもなら術後30分でだいたい元気に帰宅してます。4、食事、もう黙食ですね。仮に私にマネージャーとかがいたとして、いろいろインタビューされてたとしてももう答えられない気力です。5、血の鼻水が出続ける。もう両顎みたいに血管が詰まって息ができなくて、看護師さんに吸ってもらうとかそういうのはないんですけど、枕元にティッシュ必須です。6、痛み止めが効かない。普通の痛み止めとスペシャルに効く痛み止めを飲んでも痛いです。で、ちなみに私は普段は痛み止め飲まなかったり1日で終わることもあります。7、心境。本来なら言わなきゃいけない間柄でも今回誰にも言わずに手術を受けてます。で、まあ理由はやっぱり大丈夫って言われるじゃないですか。まあ大丈夫じゃないっていうことで余計心配させちゃって心苦しくなるのが嫌なんですよ。孤独にダウンタイムを乗り越えます。整形の知識が増えるだけじゃなくてオフ会や稼ぐ力が身につく女性が輝けるオンラインサロン始めました。概要欄にリンク貼ってます。で、ツイッターとインスタグラムは毎日更新してるのでフォローお願いします。インスタではライブやストーリーで質問返しもやってます。ツイッターとインスタグラムでは一応しっとりなど個別対応を受け付けてはいますが、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。公式 LINE では毎日有益動画配信中です。こちらの動画もよかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、今後企画にしてほしいものや何でもコメントお願いします。見てくださってありがとうございました。またねー。